はい、ありがとうございます。はい、本日はですね、1時から公開収録。公開収録。をするということで、商品選びをちょっとしたいと思います。はい。はい。記録かって何やったんでしたっけ？赤松を針金かけして、じゃんけん大会でプレゼント。え？本当、ちょっとそれ、ちょっと、ね、本当、聞かなかったことにしようかな。本当、ちょっとじゃあ、ちょっと、この辺のやつを。はい。すいません、お店の方ですか？あ、すいません、ちょっと一つ買いたいんですけど、はい、この辺、いいですか？住所なんでも。なんでもいいですよ。腕がね、ラフィアとか巻く時間ないから、パパパッと枝抜いて、針金かけて、うん、プレゼント。しましょうか。プレゼント。え、プレゼント。すいません。お店の方。はい。あ、私ね、よくここで買い物するんですけど、はい、これね、向こうの方の店で500円ぐらいで売ってたんですけど、嫌な客嫌な客だな嫌な客だな向こうの店で買ってくださ い向こうの店で買ってこちら500円の買ってこいってすいませんじゃあこれいくらでよく買うんですよ自分はいじゃあはいこれ向こうの方で500円ぐらいで売ったんですけどなんか8って書いて800円え8000円、はい、あでもいい木ですよねこれね、うん、はい、はい、これをちょっと今日題材に作ってみようかなと思うんで今日は 10% オフなんです、ね。はい。最終日ね。最終日なんで。じゃあ、7200円。7200円。はい。じゃあ、買いましょう。はい。じゃあ、これを。はい。買いましょう。こんな風にして、値下げをすれば。最終日。今日は最終日だから。最終日だから。言わなくても値下げされます。はい。誰でも買いましょう。じゃあ、これで。最終日も、人たくさんいらっしゃいました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はね、公開収録ということで、当時の盆栽フェス3日目ですよね。3日目。1時からということで、宣伝したら、もうたくさんの方に来ていただいて。振りますよ、皆さん。500人ぐらい、500人ぐらい集まって。映っちゃって大丈夫ですか？あ、大丈夫です。映っちゃって。はい。入りきれなくて今、ちょっと今断ってる状況なんですけど。この木はですね、先ほど、はい、ちょっと他のお店だったら500円ぐらいで売ってるよって、ちょっと何草つけて、値引きをしてもらって買ったやつですね。はい、心拍。で、これを、ちょっと皆さんね、暑い中なんで、1時間で、ちょっと作ってみようと。はい。はい、いうふうに、思います。そうですね、いつものお話で言うと、もう、あれですか？え？作る話に入ってます。なんか、いいことありましたっけ？大丈夫ですか？え？一回、このオープニング。あ、そうか、そうか。よろしくお願いします。ということで、切るんですね、これね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ね、これは、まあ、この辺がちょっと面白い変化があるかな、はい、なんで、で、あとは、この足元がちょっとまっすぐ、こうね、皆さん見えますかね、ちょっとまっすぐで、皆さん向けになってるけど、これは、できるだけ横にこう向けた方がいいかな、うん、この辺の面白さを、生かして作れないかと。はい、いうことで、まあ、流れをね、こっちにしようと思ってますんで、一回は、この幹がね、主の幹になってくるんで、まあ、イメージ的にはこう寄せていって、で、こっちの中での、木に作ろうかなと。現段階の大まかな構想ですね。こんな風に潰して、これ取っちゃおうかなと思って、どうしようかな。どうです？いらない。いらない、いらないとか、皆さんに聞いてもね、まあ、差し木できれば、つけられるんで陣取ってきますかね切っちゃいますかとりあえずちょっと先端をまず切って、はい、イメージ湧きやすいように長い枝を切ってってですねでこれをちょっとどうするかをちょっと考えていきたいと思います、はい、で普段だとこうあれですよね特に黙っててもいいんですけど公開収録だとなんか喋んなきゃいけないいつも喋ってますいつも喋ってますそれ私のはなんか編集時間が一番かかるっていうんで、ね、ちょっといつも嫌がられてるんですけど今徒長したところをそうですね切ってるはい徒長したところをハスカシもする感じですかハスカシもしますねなるほどはいまあ説明してなかったですけどこれ心拍です言いましたっけしてないしてないですね当時のフェスで当時のフェスこれは8000円の 10% オフ で、はいでね、10% オフであちらで販売しておりますので、はい、まだ残ってますんで8000円ですか8000円のやつ8000円ですねはい同じような木がたくさんあります
多分即興でやってるって多分皆さんよく分かってると思うんですけど、台本も何もありませんので。そうですねいつもこんな感じです。盆栽Q の出てくる人たちの中で昼間さん好きだ、一番好きだよって人、あ、でもほぼ、まあ、本人前にしてるからかな。本人前にしてるからそうですね。イメージはだいたいこう長いやつを切っていって、この辺が頭で作っていこうかな。この辺を頭、そこが頭、はい、今説明したのは頭をまず決めて、まあ、挿絵だとあと裏絵だと作っていこうかなっていう感じですね。だいぶちっちゃくする、うん、なりますね、感じですね、はい、でこうグッと寄せていくんで、そうするとねやっぱこれ取っちゃおうかな。そうです ね, ね、ということでこれは取りましょう。そしたらこれでですね、これあれせっかく公開収録だからなんか、はい、おーとかっていう声欲しいですよね。リアクションが、リアクションね、いきますよね皆さん、よろしかったらおーってじゃあここから行きましょうかじゃあいきますよ。おおありがとうございます。ありがとうございます。公開収録ならではの、はい。皮をちょっとこう剥くんで、これ以上内側に入らないようにですね、はい、ちょっとこの辺をこう切れ目をつけて、これはやっとこで、剥いていっちゃいます。この時期だったら揉んだりしなくても割とすんなり剥けちゃうと思うんで。皆さん、昼間さんに質問とかもし、あ、そうですね、せっかくの機会、切ったやつは次手にしないんですか。あ、これはね、挿し木でもしよろしければあれですけど欲しい方、はいはい、入れますか。あ、じゃあ欲しいということで、はい、じゃあそこつけといた方がいい。水にそこあるね、はい、時間があるとね、綺麗にやるんですけど、ちょっと詰めの方が早いんで1時間なんですよね。1時間でね、やりたいですよね。どこでいいかな、ちょっと先端切りますか。これはどういったご理由で、なんかあんまりバチッとね、横に切られてるとなんか言ってますね、自然に見せるためで。自然に見せるためですね、はい、いつもそうやってフォローしてもらってます。はい、こんな感じで、はい、なりました。だいぶさっぱり。そうですね。で、あとはいらない枝ですね。頭ここら辺ちょっと皆さん見づらいかな。需要な枝、必要な枝をこう決めていくんですね。必要なのが この枝、はい、頭、あとこれですね。これと、まあ、これ全体頭なんですけどね、うん、はい、まあ、この3本かな、ね、皆さん見えないと思うんで、後で動画で。いや、僕もあんまり見えてない。あ、見えてない必要なのはこれとこれとこれ、はい、3本。3本ですね。そうするとこの下の枝 と、この内側の枝、これも取っちゃっていいですね、うん、細いんで。拭いてきてるやつですよね。そうですね、ここね、はい、この、これとこのこれを取っちゃいましょう、はい、これとこれと、あとは 下から出てるやつですね、うん、はい、そうなんとなくこうすっきりしたと思うんですね、3本枝が。で、あとはせっかく上はこう決めちゃうんで、こういうあの股のところの、このよく言う股は綺麗に、はい、股は綺麗、はい、これせっかく皆さんで言いません。いやいや、ダメ、使えないね、セクハラとかなんないから。いやいや、ほらここ分かるじゃないですか、これこれこれ、股がちょっと股汚いですよね。じゃあ私股って言ったら皆さん綺麗に言って。そうか、いいですか、じゃあ皆さんせーの、股は綺麗に。おぉこれだけ起きてくれて、もう公開収録楽しいね。やっぱ入間さんは、いやいやいや、またはきれいにね。いや、普段ならまた開くのも行くんだけど、ちょっとそこは、はい、いや、これいい、すごく大事なことなんですよ、はい、ね、こんな感じで、あ、こういうのもいらないな、ちょろちょろしてるんでね、はい、はい、そうするとこういう枝の先端に、こういう枝の先端にこう葉っぱがちょこ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 できてくるという感じですね。でこれは大体いいかな。これはもう少し綺麗にしていきますか、はい、で頭は少しボリュームがあってもいいのでつけといてもいいと思います。はい、で同じようにちょっと枝を抜いていきますね。まあ、ハスカシですかね。そうですね、ハスカシですね。別実とハスカシを、はい、ここら辺のこうごちゃごちゃしたやつもちょっと全部綺麗にしちゃいますんで、はい、はい、ちょっとここら辺枝がごちゃごちゃいっぱいあるんで、はい、ここありますよね、はい、はい、そしたらどの枝を残すか、
これ皆さん全然見えないんですよね。あれ残念ですね。なんか大きなモニターがあると今度ね近づいてみていただいても。ああそうですね。ちょっとぐらい触っても大丈夫。触ってお触り OK。 お触り OK。 お触り OK。 この枝両方取っちゃおうかな。これこれとこれこれ取っちゃいますね。はい、こう、うん、これもあ今小さい王が出ましたね本業は何なんですか。本業サラリーマンですね。ええ、今日も言われてね。本業で儲けてそのお金を防災に積み込んで。ああ、全然本業は普通のサラリーマンなんで、もうギリギリの生活でお小遣いでやってるんですけど。お小遣い制だったんですかね。お小遣い制ですね、一応。そう。で、たまにここにね、電話かかってくるんでね、ひるまさんいますかとか、ひるまさん電話とか言われて、たまたまいたからそうだけど、あと X でね、あの木曜日、あの当日に来ますんで、ひるまさん行きますかとか言われていないっていうんですそうですね会社行ってますからよくね、勘違いされる、うん、はい、まああのもじゃもじゃっとした枝にならない葉っぱっていうんですかね、こういうやつ、はい、はい、こういうのも綺麗に整理していく、まあ、これが一番ですよね。であとは下向いてる枝だとか、例えばここなんか今3つ重なってますね。そうするとこれがちょっと間延びしてるじゃないですか。どっちでもいいんですけど、うん、そうするとこっちの方が小枝があこういうところにちょこちょこちょこっとあるんで、はい、こういうのを切っちゃうと。そうですね、はい、そんなような感じで割とバシバシいきます。これだから頭と裏枝と差し枝、うん、返しの枝とか。そうですね、そんなとこなんとなく考えます。イメージですね、この辺かなって。で針金掛けができればあのどうにでもなるんで、どこにもあの操作できますから、ね、もうなんとなくこれでなんとなく雰囲気が見えてくると思うんですね、うん、で枝と幹がこう見えてきて、これがちょっとこれが多いかな、裏枝がね。ちょっと話変わるんですけど、はいはい、その T シャツいいですね。あ、気づきました。なんて書いてあるんですか、それ。これね、ちょっとお腹のあれで見えないんですけど。お腹さ、100周年ですよね。はい、大宮盆栽の100周年の。はい、はい、こちらのあれですね、ポスターと同じ木が。そうですね、来年、さいたま市が100年だということで。違う違う違う、あ、それは木じゃなくて、木の意味。海村ひ盆栽村が開村100周年、はい、埼玉市じゃない、埼玉市じゃないか。あれでもあれですよ、あれ日暮らしじゃないですか、あれ。違います違います、これです、これ同じ、これこれこれ、え、これこれですよ。いや、こっちですよ、こっち。あ、こっちか。ごめんなさい、こっちか。私のクリスタ、こっちじゃなくてね、これは有名な日暮らしですもんね。そうです、ああ、あれと一緒ですね。そう、この木が使われて。あ、なるほど。あ、これが選ばれたんですか。そうですね、あ、まあ選んだのは僕ですけど。あ、で肩に100周年のロゴが、はい、はい、入っております。ということですね、はい、欲しい方は概要欄の防災クエストを、はい、これは6000言っちゃっていいんですか。6000ですね、すっごいあれ、あの生地が重たい、なんとかオンスってやつですよね。 9オンス以上あるやつですね。9オンスですね、すごい。 あちらでも売ってますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。鎧のように重いですから、ね、鎧のように、ま、でかいんですよこれね。あんまりこれ私が着ても L ですから、これ。そうですね、XL だとズボン履かなくてもいいってやつですよね、うん、そうです、便利ですよね。便利ですよね。じゃあ戻りましょう。ここ笑うとこだったんですよ。さあ、じゃあどうしよう。ちょっと裏枝がこれ立ちすぎててちょっと重いんで、うん、とりあえず1個切っていきましょう、はい、これちょっと大きすぎると、これ、ね、うん、大きすぎる。でこれは針金でこうやれば隠れるんですけど、それにしても大きいんで、はい、これは切っていきましょう。こんなところかな、まあ、こんなところで、あと下か、これ差し枝だからな、差し枝弱いですけど。そうですね、うん、あとこれだな、ここで。で、この枝どうするかっていうのが今結構悩み、はい、頭の後ろですね、うん、で位置がちょっと高いんで、本来なら一番高いのが頭に来るんですね、はい、なんで、本来はこれが頭になって、でこれが差し枝でもいいぐらいなんですね、うん、そうしますか。変わりました。これ取っちゃおうかって言ってたんだけど、ね、これを頭にして一番高いところから出てる枝だから、ね、そうですね。でもっと言うと、これが差し枝だともっといいかもしれないね。こっち頭に正面も変わった。正面もいつもこんな感じですよね。そうしようか。ごめんなさい、変わります。じゃあ変わりました。変わりました、はい、ね、ちょっと差し枝がこれ弱いんですね、うん、でそれに対してこの裏枝が強い、はい、であればこれを差し枝にしちゃって、
これも逆に取っちゃう、差し枝のつもりだったやつが、はい、でこれが頭でちょっとね頭をねぐるーっと回さないと頭にならないんで、こっち回して厳しいんですけど、で当初頭にしようとしてたやつを裏枝にしてあげると、そうすると今度この人家が結構見えてくるじゃないですか。そうですね、うん、足元腹くすぶじくちょっと待って、え足元ちょっと今手で見えないです。足元これね、いいですか。ああ、はい、なるほど。ということでこれ取っちゃいましょう。はい、はい、この柔軟性が、あ、ちょっとおーって言ってくれ、おーって言ってくれこれ変わりました。そう、そうするとえ、はい、あ、あ、いやー嬉しい。え、ちょっとつぐちゃん、え、言っちゃいけないの？大丈夫。ちょっとあのブレるんで戻るんで話戻しましょう。戻しましょう。いいはい、戻しましょう。そしたらですね、針金どうかけるかなんですけど、この頭とこの差し枝、それから、この裏枝と差し枝ですね。これで一本ずつかけていく。これ太さが一番太いんで、そうします。太い枝に2本針金かけて、そうですね。太い、そうですね。それ以外に1本ずつ、ね、はい。そうですね。1本これだから 2.2 ミリぐらいか、 2.5、 2.5。ちょっとね、ここ結構無理します。この時期結構危険なんですけど、アルミ製の場合は幹の半分の太さっていうんで、ちょっと太いんですけど 1.8 ぐらい、 2.0 でもいいか。あ、いいですか。はいはい、どうぞ。はい、今銅がすごく高いでしょ。はいはい、範囲に銅線使えないんで、それ全部アルミで大体できるんだってことは。どちらでもいいです。いわゆるしつけなんで、我々ここでは漂白類は銅線使いなさいって言われてきたんですね。で臓器類はアルミっていうふうに言われてたんですけど、今は盆栽町とかでも結構アルミ線かける方、お店多いですね、縁もね。ということで、こだわらなくていいです、どちらでも。柔らかいんで、私は最近おすすめしてます。昔はここでアルミ線で心拍かけてると怒られたというですね。一応もったいないんで、今言った2本ですね。これを大体、これが頭で、これが差し枝で、差し枝と裏枝かなっていう。全然わかんない、よくわかんないから、大体もったいないんで、はい、少しギリギリでちょうど合うぐらいかなっていう長さ。ああ、ちょっと長めにしておくか。もったいないんで、無駄がないように針金を今計算して切られたってことですね。今話し合ったように高いんでね、できるだけ無駄しないように。そしたらここのかける長さの 1.5 って言うんですよ。 1.5 はちょっと長いんで 1.2 とか 1.3 倍ぐらい。これ下向いちゃうから切っちゃう。裏枝の方に少し2周ぐらいかけて、今頭こっち行っちゃってるんで、これをぐるーっと、なんだろう、もう270度ぐらいぐるーっと回すようになると思います。なんで内側から回そうって思った？もともとこういうカーブがあるんで、そのカーブを利用してっていうことですね。はい、よし、こんな感じかな。ちょっと切るな。何分ですか？ちょうど約30分。30分、はい、ちょっと長かったかもしれない、これもったいないと言いながら。そしたら今度この枝と裏枝とこれですね、これをかけます。ちょっとだいぶ余りそうですねもったいないでって言いながら、余りそうです、足りないのが一番でもね。そうですね、思いますからね、はい。今その頭の枝っていうのを、はい、ぐっと回すって言ったら、はい、それ回す理由は何ですか？幹に近づけたいんですね、この枝がね。幹からこう離れちゃってる、で縮めるっていうんで、こっちこういう S 字みたいにやるのもいいんですけど、先ほど言ったようにこういうような、まあ、癖がついてますんで、そのままぐーっと持てた方がいいかなっていうふうに、思います、うん、はい、アルミ線の余っちゃったな。はい、そしたらね、これがちょっと勝負なんですね。あ、まだこっち終わってなかった終わってない、終わってない。今日は荒掛けだけって感じですね。そうですね、大体でも荒掛けでいけちゃうかなと思うんで、はい、はい、いいと思います。防災工作なんですけど、最初はこれ 4,5 年前始めた頃は防災のことはご存知だった上で
あ、僕ですか。まあ、僕はそうですね、ほぼ知らない状態で。じゃあこの四五年の間でぐーっと急速にレベル高く。僕は上がってないじゃないですか。分かんないです。いや、キュウさんすごいですよね。知識はね、ちゃんとできますか。関係ないわ、キュウさん関係ないような気もしますけど。キュウさんの話、キュウさんたわみ込みやりますもんね。たわみ込みは好きで。そうそうそう。はい、ちょっとね、せっかくなのでこれをちょっともっと近づけたいなと思って、こっちもかけたいなと思って、そしたらここに引っ掛けといて、うん、あ、金をまた中途半端に短い、中途半端に短かったら金を上げたい感じですか。そうなんですね、近づけて上げたい感じなんですね。はい、どうぞ。はい、作り立ての陣だったら、うん、なんていうかその曲げられるんですか。柔らかいですね。あ、まだ生きてるから。こっちだとねもう硬いんでできないんですけど、こっちは柔らかいんでこういうふうに寄せていって、まだいじれる、いじれる、うん、あの曲がるし、はい、はい、っていう感じですね。水分がなくなっちゃうと割れちゃうんですかね。そうですね。ということでちょっとこれもちょっと、はい、少し上に上げたい感じですかね。はい、でいよいよちょっと一番緊張するこれですね、はい、この頭を向こうへ持っていくという作業ですね。これをギューッとギューッと、おお、ちょっとギューッと、もう目が張っちゃった今ギューッとで、イメージどうです。あ、近づきましたね。近づきましたよね。ギューッとやって頭よりもちょっと下げたいぐらいなんですね。あんまりこう高いところあると、頭よりも、あ、ちょっと頭ですね、ここの曲がったところよりもちょっと下げたいぐらい。あ、一番幹の頂点よりも、頂点よりもですね。はい、これも寄せて、寄せて、はい、こっちへ持ってきて、結構きつめに曲げることになりそうですね。そうですね、あんまり、はい、無理しないようにはするんですけど、あと差し枝ですね、うん、これでなんかサラサラっとやってるから自分でもできるだろうと思ってギュッてやるとパキッと割れちゃうんですよね。皆さん、そうなんですね、皆さんうなずいて陣、うん、はい、って世界用なんとか漢方だったら手に入ってないでしょ、はい、まあ、まあ入らなくもないですね。少なくともネットでは全然売ってない。あ、うん、ダメですか。へえ、内容は何だ。あのね、三葉類って言って紫色っぽいような、あの殺菌、殺虫殺菌剤になるんですけど、それを使ってる人結構いますね。白になるってことじゃないですか。あ、ごめんなさい、白い、白いっていう意味ではあの、ね、今殺菌の話をしちゃったんですけど、うん、白だとね、普通のあれでもいいんですよね。白い絵の具に墨をねちょっと入れて、墨をちょっと入れて、あのグレーっぽくやってやったりする人いますね。あと松ヤニ、松ヤニね、うん、松ヤニをエタノールで溶かして、溶かして、あれもちょっとグレーっぽい感じですかね。なりますね。1.2 ミリぐらいかな。はい、これで小枝を作っていって、この辺、うん、いやもう全体にですね。まだこれバラバラしちゃってるんで、こういうやつとかこういうやつとかこういうやつとか。かかりそうですね。終わりますよね。終わります。終わります。大丈夫ですか。5分前には終わります。素晴らしいです。はい、そこまで計算。はい、はい、はい。今いいペースで。いいペースです。来てますね。すいません。失礼しました。はい、いえいえいえ。まあ主要な枝だけかけるようにしますね。はい。はい、細かいのもかけ。そうですね。ちょっと裏が多いかな。これ2つにちょっと分けましょう。で、こう幹寄せるんですね。この辺のこういうふうに。でこういうのは少しボリュームあるときはこう上に乗っけて、うん、これは下向いちゃってから切っちゃうか、はい、上下に。そうですね、こういうポコンとこうこれもギューッとやっぱり。でこういうところも高さを少し変えてですね、低くこれを少し上に、うん、で近づけるとか、うん、が綺麗に、そうですね、なるっていうことですね。ここに近づけたら今度この段差をつけて、これ一番低い枝なんで、はい、これをこう下に持っていくと、うん、あ、でこれね、インシロックって
配線を束ねるやつですね。これちょっと寄せたいんですけど、これぐらいまで、はい、アルミ線の力がないんで、これでちょっと寄せますね。はい、いや使ってなかったでしたっけ今まで。使ってます？いや結構使ってる使ってる、はい、あそっか残念な。どうだろう。はい、まあこれぐらいまでギュッとくっつけちゃって、そうするとこれが割とね、こう右にくっつくと思うんで、うん、効いてますね。ね、効いてますよね。はい、大体いいかなって言って終わらないやつですね。3、4回言ってますよね。3、4回言ってます。いつ回していいのか止めているか分かんないですね。これで最後にしましょう。はい、はい、おしまい。はい、ありがとうございます。はい、一応50分で。ああ、素晴らしい。はい。そうですね。これが、頭になります。これにね、もうちょっとボリュームがあってもいいんですけど、これが成長していったら、これにもうちょっと欲しいかな。頭がポーンって今1個だけあるんで、これが、いわゆる差し枝ってやつですね。はい。差し枝。で、これが少し、上に上がって、これが裏枝2つありますけど、今、こう段差をつけて作ったって感じですね。はい。まあ、もうちょっと寄せてみたいなとは思うんですけど、まあ、とりあえず、始めるとまた30分ぐらいかかっちゃうんで。とりあえずこんな感じで、はい、はい、完成しましたということで、うん、昨日はあれですか、なんか やったんでしたっけ、この後、うん、じゃんけん大会は、じゃんけん大会があって、はい、で プレゼント勝者にこの今作った心拍をプレゼントするという、するという、あっ、いや私買ったのにって、そうです、という体なんですよね。多分今日のが高そうですね。高そうですね。私がせっかく値切って買ったやつをプレゼントするっていう、私が一人でいい役になっちゃうっていうことですね。ということで、なんかプレゼントをしなきゃいけないらしいんで、どうやってじゃんけんでやるんですか。じゃんけんで、アイコも負けにしましょうか、人数いっぱいいるので。なので、ゆうまさんに勝った人だけ手挙げててくださいね。はい、勝った方だけ参加する人手を挙げて、あ、はい、じゃあ勝った人だけ上げ続けてください、はい、いきます。最初はグーじゃんけんぽい、グーの人、あれ2人、あれもう決勝戦、もう決勝戦。じゃあ2人でやった方がいいじゃないですか。そうね、いや僕辞退します。辞退、いやおそうだそれけんぽい、おお、一人勝ち、おめでとうございます。すげえジャンケンです。すごい運がいい。すごい。じゃあこちらの方に。ありがとうございます。はい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 。今もうちょっとこんもりしていけばまたもっと良くなってくると思いますんで、はい、はい、で表ね、障害どちらでも可能性はあります。あの、うん、正面はどちらでもできるようになると思うんで、とりあえずこちら正面で、この陣がですね、見える方向でっていうことでいいと思いますんで、はい、はい、ということで、じゃあ、はい、とりあえずよかったらチャンネル登録といいねボタン、でも登場フェス、あ、今日で終わるんですけど、まあ、ありがとうございました。じゃあ何まあ終わるけど、なんかその雰囲気とかちょっと締めの中にこう含めてくれると、そうですね、今回、まあ、3日間を通じて大勢の方に来ていただいて、ちょっと生々しい話ですけど、多分過去最高の売り上げかなっていうふうに聞いてました。びっくりするぐらい、多分人数もそう、はいはい、まあ、これも全て Q さんと私のおかげ、僕らのおかげで、あ、僕らのおかげってことですよね。はい、いや、皆さんのおかげですよ。はい、また数ヶ月後に、はい、このフェスも、いや、やません、今いい加減なこと言ってる、はい、当然フェスも、すごくうまくいってるので、はい、この盆栽王のフェスを企画中です。ああ、そこ宣伝シーンで、ぜひその時皆さん、はい、またいらしてください。だから作品展が、当時の作品展がありますん で、 で、そこでも即売もやります。でそこはちょっとグレードの高いやつを、完成形に近いやつをっていうことで、はい、はい、ありますんで、ぜひ来ていただければ。弟です。話がちょっとまだいっぱいありますんで、好きなと思って帰っていただいて、はい、ということで、どうも、はい、ありがとうございました。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 